はい、トークセッションたわごとのお時間です。上に移動しました。今日はね、世界の状況あんまりよく分かってないんですが、皆さんのご質問が愛と正義、光と闇の戦いということをおっしゃられてます。マーさんはどう思っておられますか。傷つけられても傷つけないこととおっしゃられていますが、やられっぱなしになってしまいませんかとかね、愛と正義で生きるとき真の成功や繁栄があるとおっしゃられてますが、なぜですかというようなご質問なんです。これすべてこれも山のようにですね、ご質問が同じような方向性であるんです。でこれはこの人類がですね、長い間一体性を知らないで分離社会だったからだと思うんですね。分かたれている分子の世界ですね。実は素粒子レベル、原子レベル、もっと細かいというかね、想念レベル、メンタル的、アストラル的というふうにね、ニューエイジの人にはそう言うといいと思うんですね。そういう一体性の世界、未知や神秘のある世界というところから見た時には、その一体性と呼ぶ愛ですね、その愛が、自我性とは、分離性とは違うんですね。ですから一体性の支援を受けないと、自らの素粒子からの支援も受けないんですよ。例えば僕は今これ分子でできてます。分子から細胞というものでできていると皆さんからも見えるし、自分でもそう思ってたりするとですね、電気体というかですね、想念体というかですね、素粒子体といった方が科学的かな。それが愛でできているもんですから、自らが不正をしたり悪に染まったり、自我が強かったり分離だったり戦いだったり、自己拡大、自己主張、自己高揚とかね、その全部自我にが本当に正しいと思ってやってしまうとですね、本質に合わないんです。本質に合わないから自らを罰する、滅ぼす、破滅へ向かわせる、自らを許さない。だから周りの人がですね、助けようとしてもですね、前も父の話をしましたけど、囚人の方がね、やっぱり死刑になってしまうんですね。自らを滅ぼして。でそれは何でかといえば、償いたいんですね、宇宙は。このなんか償うシステムがありまして、これは古代からも言われてきたことなんですけど、例えば誰かを殺すとかね、戦争でもそうで、それ許さないんですね、素粒子体が。だから自らを滅ぼそうとする、殺そうとする。例えばでしょ、これちょっと極論で言いますと、じゃあうちの父親がその法務省の総合研究所から東京地検に行きますよね。そうすると重犯罪者の方たちが来られるわけです。でうちの父親が愛を教えたり伝えたり、一体であることや愛を、例えばそうしたとしてもですよ、その囚人の方はやっぱり自らを滅ぼさないと気が済まないと。それほど誠実で、人間っていうのは自ら破滅に向かわせるんですね、もし愛で生きてない場合は。その人の自我がそうするんではなくて、その人の本質、本体、素粒子体がですね、そうなんです。でやっぱりその人の電気体というんですかね、想念体がですね、やっぱりその人は自らを復帰する、神に復帰するというんですかね、素粒子の世界、一体の世界に復帰させるには罰するしかないという、そういう仕組みがあるようで、すいません、ちょっとディディが今何かチーズを硬いチーズをかじってます。
まあ、そういう素粒子体が望む生き方っていうのは愛なんですね。正義、誠実さで、不正が大嫌いですね。で、不正をやってしまうとですね、また正義で生きない悪に染まる分離、戦い、競争、比較、恐れっていうのは全部こう分離の世界なんですね。ですからマースがいつも言うのは、解決方法は世界中が一体性に気づく、要は量子力学的世界、双年体に気づく、世界中の子どもたちがこの世界が一体で分子レベルではないということに気づかない限り、必ず自我世界、分離世界になってしまい、そしてそういうものが科学的な事実に合わないから自らに気づかせようとする、そして自らを滅ぼそうとする、それがアポトーシスと呼ばれたり、霊山と呼ばれてきたものなんですね。そうならないように、また自らを気づかせない社会ですよね。分離社会だから、エゴ社会ですよね。だから戦いの社会ですね。で、自らを許さないっていうものが働いてしまうわけです。そう、自らを滅ぼそうとか、自らを許さないから、素粒子体、その人の自我は勝ってやる、偉くなってやる、すごくなってやるってこう思ってるんですけど、その人の本質、素粒子体が、愛がそれを許さない。だから周りがみんな許しても、その人がそうしないと帰れないんですね。本質に永遠の電気性を失ってしまう、素粒子性を失ってしまう、電子がきれいに回らない、要は癒し度でなく汚れてしまう。それを自分で取り戻すという作業に入ってしまうんですね。だから当然愛で生きる人と、分離で生きる人では、一体性で生きる人と分離で生きる人では、当然支援の、宇宙の支援、本質の支援が全く違うので、真に成功したい、豊かになりたい、繁栄したいというには一体性が必要です。分離性からは破滅、破壊、苦しみ、辛さ、それから前もちょっとお話ししましたように、脳内物質がまず分離の価値観を持つと出なくなるんですね。ですから酒、タバコとか、いろんなドラッグとか、いろんなものが必要となります。全く苦しい、副交感神経が出ない、まあそういうねことになってしまうとですね、辛いですよね。ですから、だからといって、じゃあその人たちが悪いのか、分離の人が悪いのかといったら、分離社会ですから分離以外習わないし、テレビも何も全てが分離だと思ってるわけで、それの問題点とか、それのダメージ、まあコンピューターでは誤作動ですね。その誤作動をのことを全く知らないで生きるということですから、その人のが悪くなるというか、うまくいかないことが無理もない社会だになってしまってですね、今。だから一体性に変えなくちゃいけないです。真実、素粒子性、原子、量子、量子性、プラズマ性、フォトン性に変えないといけないです。分子のレベルからですね。それで人類がみんな気づけば、一体性からみんなが生きるし、自分にダメージを与えるような、誤作動からメッセージを与えるような、罰するようなことがなくなっていきます。それがないと人間は真の豊かさ、真に成功したい、それでいいと思うんですね。みんなが成功し、みんなが豊かになり、みんなが幸せになり、愛に生きるのは素晴らしいことなんだけど、そのためには一体性がどうしてもいるんです。素粒子性がね、そのことに戻ることが何より大切だということをですね、お伝えしてきたので、それに対して分かんないぞ分かんないぞと、この世界は分離だ、喧嘩だ、戦いだ、自我世界だからなっていうことで、皆さん疑問に思われるんだと思うんですね。こいつは何言ってんだっていうことでですね。で、まあ、マースが言ってるのは、その一体性の本質、
どんな人もどんな宇宙人もどんな植物さんも動物さんもみんな一体性を持ってるんですね。一体性の素粒子でできてるんです。天の万物の神のもう何と呼んでもいいんですが、それの現れなんですね。だからそうやって生きないと自らを罰してしまうから、そういう世界の気づきにまずは人類でみんなでなりましょうと。その時初めてみんながうまくいくし、真に得するし、真に豊かに繁栄をするということを、まあ、お伝えしてきたわけです。はい、じゃあここから先はですね、インナーのクローズの方に変わりたいと思います。まあいろんなこと言いましたが、別に信じる必要はありません。たわごとですから。それではまたお会いしましょう。